V 型3気筒とは、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、三つのシリンダーが V 型に開かれている配列を言う。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。V3 とも呼ばれる。その得意なレイアウトから採用例は非常に少ない。V 型3気筒の最大の特色は、直列3気筒の中央シリンダーと、 両サイドのシリンダーを互い違いに配置が挙げられる。これにより、全長の短縮、中央シリンダーの排熱の容易か、2ストローク期間の場合、シリンダー内の吸排2ポート配置が良いといったメリットがある。ただし、これらのメリットは、シンプルでかつコンパクトな直列3気筒を置き換えるほどのメリットとは言えず、わざわざコストをかけてまで V 型3気筒を選択するのは、 GP500 クラスでは、1気筒を減らすと重量面での恩恵がある、レーシングエンジンの例を除くと稀であり、GP レースの世界でもパワーメントの兼ね合いから1軸、V4 や2軸 V4 を選択する事例が多数派で、レースの世界を含めても V3 が少数派となる要因となった。MVX250 回の V 型3気筒エンジン1983年。 ヤマハ RZ250 に対抗するために、ホンダが開発したエンジンが2ストローク V 型3、気筒エンジンで、同社の MVX250 回に初めて搭載された。前傾した直列に気筒エンジンの後ろに90度のバンク角で、シリンダーが一つ追加された形をしており、同車種では、後ろ側シリンダーのコンロットの質量を前側シリンダーのものより大きくして、 バランスをとり、一時振動を、理論上ゼロにした画期的なエンジンであった。しかし、初期の焼き付き問題や、その不評が災いし販売面で振るわなかったことから、市販車での搭載車種は、MVX250 回と NS500 のレプリカで、ある NS400R の2車種にとどまり、GP マシンレプリカ路線は、V 型2気筒エンジン採用の NSR250。 R が引き継ぐこととなった。市販車以外では、同社のワークスレーサーとして1982年に NS500 が登場。MVX250 回や NS400R と違い、NS500 は全1気筒、後2気筒のレイアウトを採用。グランプリ復帰の際にオーバルピストン4、ストロークエンジンの NR500 を投入したものの、斬新すぎる設計が災いし、 結果が出せなかったホンダにとっての救世主となった NS500 はデビュー年からフレディスペンサーに章、片山隆沈み1と戦闘力を発揮し、1983年は6勝を挙げたスペンサーが年間チャンピオンダッシュ。1984年以降は V 型4気筒の NSR500 にワークスチームの主軸を移行するも、1983年に販売された。 RS500R ともどもその後のグランプリを接見することとなり、1988年に販売終了となった RS500R の後継機種となる NSR500V を生み出すこととなった。また、ワークスレーサー NS500 は112度 V3 であり、点火順序がイソードバックに近く近代におけるビッグバンエンジンの先駆けであったことは意外にも知られていない。 1953年式 DKW350RM 本来以外の V 型3気筒としてはケニー・ロバーツが率いた WGP チームであるチームロバーツがオリジナルマシンとしてマレーシアのモデナスと共同開発したメデナズ KR3 が数少ない事例の一つとして知られている。後にロバーツは V 型5気筒のプロトン KRV5 も手掛けている。 1980年代のホンダ以前の採用例としては DKW が1952年から1956年にかけて 350cc クラスのワークスレーサーである DKW350RM でにストローク V 型3気筒を採用している。350RM は45馬力の高出力でドイツ選手権で数多くの勝利を収め。 ロードレース世界選手権においても1956年シーズンで総合2位を獲得するなどかなりの前線を見せたが、この年を最後に突如として、ロードレースから撤退した。こうして、不完全燃焼で終わった V3 グランクリマシンであったが、この斬新なアイデアは前期のホンダ V3 ワークスマシンを生み出す原動力となった。DKWRM350 でさえ、ね 1955-audi.com-tkwmotorsport-audi.com ありがとうございます。